マリカってほんと素直じゃないよね中学生になって母と私は言い争いをすることが多くなりましたこの日もまた母から「素直じゃない」の言葉勉強や部活のこと習い事や学級委員のこと原因は様々ですお母さんは いつも素直素直って言うけれど素直って何何でも「はいはい」っていうことが素直なのそう言い返しつつも確かにそうだなと感じる自分もいましたあんたのはいそうですはただ言ってるだけ心から思って言ってないでしょ何でだろう 注意されたからちゃんと謝罪したのに母の言うことがいまいち腑に落ちないまま時間だけが過ぎていきました心が晴れないまま塞ぎ込んでいたある日友達の誕生日が近づいていることに気づきました当日は手作りの誕生日カードを渡すことにしました友達は そのカードを受け取りながら満面の笑みで「ありがとうマリカ!」と言ってくれたのです時間がなくてプレゼントが買えずせめてもと思い書いたカードでしたそんなに喜んでもらえるとは思っていなかったので友達の笑顔と感謝の言葉で自分まで嬉しくなりました私の気持ちを受け取って 伝えてくれた友達のありがとうが母が言っていた素直なことなのではないかと少し分かったような気がしました自分が今まで言っていた「ごめんなさい」や「はいそうです」は母からよく思われたいというその場しのぎの言葉でありその場を取りつくろうとしてただ言っていただけだったのですだから 母に言われたことも最初から拒否するのではなくまずは素直に受け止めてみることにしましたいつものやりとりの中で確かにそうだよねというとあまりの変わりように母は目を見開き驚くばかりでした素直という本当の意味に気づいた今私はいつも素直な心で 言葉を伝えるようにしています今年の合唱コンクールでピアノ伴奏だった私は遠慮がちに歌うクラスメイトが気になっていました「みんなの歌がもっと良くなってほしい」「自信を持って歌ってほしい」「その一心で声をかけた時マリカの言葉は魂がこもっていていいよね」 と言われました思い返すと昨年の運動会では「マリカちゃんの応援があったから私も頑張れたんだよ」と言われたこともありました自分の思いをまっすぐに伝えようと言葉に表すと相手の心まで届くのだと思います皆さんの中にも私と同じように 自分の中では思っていないことを言葉としてただ発している人がいると思います確かに言葉を発することは大切ですしかしその場を取り繕うために言った言葉は相手の心には届きませんあくまでも言葉は自分の意思表示をする手段の一つに過ぎないからです立ち振る舞いや 態度表情行動に心の在り方が表れると思います大事なのは相手から言われたことを素直に受け止める心さらに自分の中で納得した上で言葉にすることではないでしょうか素直に認めなければ新しい自分に変わることはできないのです私は 心からの言葉で語れる人になりたいと思います素直な心から語られた言葉は人の心を動かす力があります皆さんも素直な心で対話をしませんか